現職の小池百合子知事が6月12日に東京都知事選の参選出馬を正式表明する意向だ小池氏はもともとと議会定例会が開会する5月29日に立候補を表明すると見られていましたですが表明するのは約半月遅れの6月12日に遅れた理由は5月27日に蓮舫氏が出馬表明したからですよ小池氏は想定外の 宿敵の出現によって、自身の出馬表明時期を慎重に検討せざるを得なかったんです。政治担当記者。その前日の6月11日、都庁で意外な人物が緊急の記者会見を開いた、長道院大閣士だ。長道院士は、大阪にある空調設備工事会社、ナミレイの元会長です。百八十二年、高砂熱学工業に対して、 業務提携を強要したとして逮捕され、懲役2年執行猶予4年の判決を受けています。ナミレイ会長時代はパレスチナ解放機構のアラファド議長の来日に尽力し、放送政治連盟総裁に就任するなど、最後のフィクサーの異名でも知られていました。社会部記者。ちょうどは小池知事の開羅大学卒業という学歴が差しではないかという疑惑について会見で真実を述べて。 嘘を取り消し、出直してくれと語った。両者の間には意外な接点があった。もともと小池さんの父親のイサム二郎氏はエジプトから石油を輸入する会社をやっていた。ところが会社が倒産してしまう。その会社の倒産整理を引き受けたのが私だった。私はイサム二郎氏に油を購入していたエジプトに行ったらどうだと提案し、私が資金援助してカイロに 日本料理店を開いた当時小池百合子さんは関西学院大学の1年生だったが会社が倒産して学費が払えなくなったので同大学を退学父親ら家族と一緒にカイロに渡ったのだ聴導員士イカドウカイロに渡った小池知事は1年間アメリカンスクールに通いその後地元の有力者と父親の尽力で 回路大に編入したという。日本の大学で1年生だったから、カイロ大では社会学部に2年生として編入できた。それは家族も喜んでいたよ。当時のカイロ大は名門で厳格な大学だった。そこに編入できたからね。しかし、小池知事は3年生に進級できなかったというのだ。小池さんはアラビア語が喋れないし、書けない。だから、 アラビア語だけの試験はおそらく白紙だったと思う。落第して3年生には上がれなかったんだよ。それは小池さんのルームメイトが国名日本で説明していた通りだった。結局小池さんはカイロ代を中退したんだ。カイロ代を中退した小池氏はカイロで空手の雑誌を相刊したいから資金援助をしてほしいとちょうど院士に頼んだという。これに対し ちょうど飲酒は400万円を用立てた。空手雑誌は1年ほどやっていたが、空手は儲からないと言って、辞めてしまった。それで、小池さんは東京に戻るというので、神田にある私の事務所でしばらく働いてもらうことにしたんだ。大学に通いながら、空手雑誌を作っていたわけじゃない。大学を中退して、次の仕事をしたいというから、資金を出した。だから、 大学を卒業なんてしていないのだ。ちょうど院氏が最後に小池知事に会ったのは20年ほど前だったという。久しぶり、ご無沙汰ですと言って立ち話をした程度だった。それ以来会っていない。これまで学歴詐称問題について小池知事はカイロ大が卒業を認めているとして詐称疑惑を突っぱねてきた。あえてこのタイミングで 趙堂院氏が会見を行ったのは政治家が嘘をつきまくると国が滅びるという趙堂院氏の思いからだったという果たして小池知事は会見内容をどう受け止めるのか